今回はオクラで3品作っていきます。以前オクラで5品作るっていう動画を上げてるんですけども、まあ、今回その第2弾みたいな形でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではオクラと鶏肉のごま味噌炒めですね、作っていきます。まず材料切っていきます。まずオクラはガクとね、このヘタのところを取ったら食べやすい大きさに切っていきます。続いて長ネギですね。長ネギは斜め薄切りにしていきます。これでまな板の作業は終了です。続いて合わせ調味料を作っていきます。まず味噌ですね。味噌で、味噌を入れたら、おろしにんにく少々、塩おろし生姜少々で、豆板醤少々ですね。まあ、豆板醤は辛いの好きな方はもっとたくさん入れていただいても大丈夫です。で、オイスターソース少々で、お醤油少々ですね。そして、酒で、最後みりんですね。みりんやや多めですかね。で、調味料全部入れたら、あとはこれ適当に混ぜておきます。そんなしっかり混ざらなくても、ざっくりね、混ざってればそれで大丈夫です。はい、これで合わせ調味料完成です。それでは下準備終わりましたんでね、ここからフライパンで調理していきます。まずフライパン火にかけたら、サラダ油ですね。で、フライパン温まったら、材料入れていきます。はい、だいたい温まりましたんでね、鶏肉入れていきます。今回肩肉使ってますが、これは別にどこの部位でも、お好みの部位でね、調理していただいて構いません。ももでも胸でも大丈夫です。はい、鶏肉にね、およそ火が通ったらオクラ入れます。はい、オクラがね、おおよそ柔らかくなったら長ネギ入れます。で、長ネギの香りがね、さっと上がったら、ここで合わせ調味料を入れていきます。で、合わせ調味料を入れたらね、このまま調味料の水気がなくなるまでしばらく炒めにしていきます。はい、だいぶね、調味料の水気も飛んで全体に、絡んできました。そしたらもう仕上げですね。仕上げに、すりごまをドバッと。で、あとはこれを全体にね、さっと混ぜるだけです。はい、ごまがね、全体に絡んだら、これで、鶏肉とオクラのごま味噌炒め完成です。それでは、オクラとツナの和え物ですね、作っていきます。まずオクラ茹でていきます。水沸騰させたらオクラ入れます。で、このままだいたい1分半ぐらいですかね、1分半ぐらい茹でていきます。はい、茹で始めてね、1分半ほど経ちました。だいたいこれで茹で上がってると思いますので、あとはこれ冷たい水にあけて冷やしておきます。はい、こちら茹で上げて冷やして粗熱を取ったオクラですね。で、あとこのオクラは、茹でた後は、まあ、お好みのね、大きさに切っていきます。まずガクとヘタの部分切り落としたら、あとは本当に好みの大きさに切っていただければ、大丈夫です。
はい、これでまな板の作業は終了です。はい、茹でたオクラ切りましたらね、これボウルかなんかに入れていただいて、ここに、ノンオイルのツナ缶ですね、ノンオイルのツナ缶入れていきます。で、ツナ缶入れたら全体を軽く和えます。で、まあこれでほぼ完成なんですけど、このままだとちょっと味がね、あんま味がないので、ここに塩少々で、塩入れたらまたさっと和えます。そしたら仕上げですね、仕上げに白ごま、あとはこれ全体をね、こうやって混ぜ合わせたら、これで、おーっと、これでオクラとツナの和え物完成です。それでは、オクラと鶏肉のトマト煮込みですね、作っていきます。まず材料切っていきます。まずニンニクですね、ニンニクは薄くスライスしていきます。続いて玉ねぎですね、玉ねぎはみじん切りにしていきます。で、最後にオクラですね、オクラは、このヘタとね、ガクのところを切り落としたら、あとは適当な食べやすい大きさに切っていきます。これでまな板の作業は終了です。はい、じゃあ材料切り終わりましたんでね、ここからフライパンで調理していきます。まずフライパン火にかけたら、オリーブオイルですね、オリーブオイルで、フライパン温まったら、鶏肉入れていきます。じゃあ大体温まったんでね、鶏肉入れていきます。今回肩肉です。まあ、部位はお好みですけど、肩かももとかね、そういうある程度油っ気のあるものの方がいいと思います。で、鶏肉入れたらこのまま焼き付ける感じで炒めていきます。はい、鶏肉にね、およそ火が通ったら野菜全部入れます。で、このまま全体に油が回るまでね、軽く炒めていきます。はい、全体に火が通ったらここにトマト入れます。トマトの水煮缶ですね、水煮缶入れます。それから、水入れます。そして、塩ですね、塩。それから、こちらのレッドキドニーですね、豆ですね、豆。これは煮汁ごと使えるこういう紙パックタイプのねやつがいいと思います。こういうやつね、はい。で、材料入れたらローリエですね、これにローリエ、それからパセリですね、パセリ、ドライパセリですね。それからあとお好みでタイムとか入れていただいても大丈夫です。で、あとはこのまま一旦沸騰させます。はい、全体がね、グツグツ沸騰してきました。で、沸騰してきたら、このまま火を弱めて、だいたいどれぐらいですかね、まあ、20分から30分ぐらい、コトコト煮込んでいきます。はい、あれからね、25分ぐらい、まあ、約30分弱ですか、30分弱経ちました。こちらの料理ですね、ちょっと焦げやすいところがあるので、煮込むときにですね、落とし蓋とか蓋とかはしないで、このまま煮込んでいって、時々こうやってね、かき混ぜながら、まあ、様子を見ながら煮込んでいっていただければと思います。では、これで、鶏肉とオクラのトマト煮込み完成です。以上、オクラで3品作ってみました。
まあ、オクラはもう本当これから暑い時期ね、どんどん、まあ、出てきてどんどん安くなっていくと思いますのでね、今回作ったメニューで興味あるものがありましたら皆様もぜひ作ってみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。